マサオ・トウキチ・マサオ・トウキチ大正10年8月11日は、日本の衆議院議員、駐車務講師、法学博士、伊予国北軍大須町英語普通科を卒業した。1890年、関西学院の進学部に入学し、翌年にアメリカ合衆国への留学に出発した。最初、テネシー州、バンダービルト大学進学部に入学したが、 1893年に方向転換し、ウェストバージニア大学ロースクールに入学して1895年に卒業した。1896年、イエール大学を卒業し、法学修士号を終え、翌年には同大学から民事法博士号を得た。帰国後、ジャパンタイムズの記者となったが、外務省の移植でシャムに派遣された。1898年、 総務顧問補佐となり、1902年に法律顧問となった。1903年、主席法律顧問に就任し、1913年まで務めた。法典編纂の功績で公爵に除任され、王族待遇を受けた。シャムから帰国後は、1915年の第12回衆議院議員総選挙に出馬し、当選。1917年の 第13回衆議院議員総選挙でも再選された。1920年12月、駐車無効死に任命されたが、翌年8月、在任中に死去した。ありがとうございます。